今年に入って7月までに特殊詐欺の受け子などで検挙された人数は1079人で、その半数近くが SNS から応募して犯行に加担していたことが分かりました。警察庁は今年1月から7月までに特殊詐欺の受け子、出し子、見張り役、現金回収運搬役などとして犯行に加わり検挙された1079人を対象に調査を実施しました。その結果、全体のおよそ半分にあたる506人が SNS を通じて応募していたことが分かりました。次いで多かったのは知人から紹介された297人で、求人応募サイトに掲載されたアルバイトへの応募で犯行に加わった人も53人いました。警察庁は先月末から人工知能 AI を使って違法行為につながる SNS の書き込みをパトロールするなど取り締まりを強化しています。